NHK 連続テレビ小説ブギウギで再注目されているブルースの女王こと阿波谷のり子が、戦後の昭和20年代前半に所属した低築時代の楽曲を中心に、人気のヒット曲別れのブルース、君忘れじのブルースをはじめ、大半が初の CD 化となった貴重な音源が収録されたアルバム阿波谷のり子全曲集が3月6日に発売され、この度待望のデジタル配信がスタートした。今回の CD 化にあたり監修を務めた音楽史研究家の郡雅彦氏は、 NHK 連続テレビ小説ブギウギの登場人物の一人として、話題の阿波谷のり子は当時の大手レコード会社5社の全てに足跡を残した数少ない歌手であり、戦後の占領時期に在籍した低築では同社の主力作詞家作曲家による和西洋風景音楽調の洗練された作品が中心でしたが、その前後の時期に比べて復刻の機会に恵まれず、せっかくの名称名作も広く世に知られずの状況でした。そこで笠置シヅ子の全盛時代と完全に重複する時期の阿波谷のり子作品を集大成し、同時期の作風や歌唱が容易に耳にできる品として本 CD を企画しました。多様化の途上にあった流行歌の新しい形態としての自由詩や、海外の軽音楽に着想を得た旋律編曲など新時代の阿波谷のり子の方向性を定築が全力で支援した記録でもあり、販売配布された大半の作品を編年体にて網羅し、作風歌唱録音状況レコードの音質の変化も分かりやすくラインナップしていますと本作について解説している。今年創立90周年を迎えた日本国内の老舗レコードメーカー低築の創世期に燦然と輝くブルースの女王阿波谷のり子の歌声に触れてみてほしい。懐かしの SP 時代阿波谷のり子全曲集発売日2024年3月6日水曜日 TFC-22013-2530円、税込み監修解説郡雅彦、音楽史研究家配信リンク、収録楽曲全曲モノラル音源1、ある夜の帰り道に過ぎたあの日に3、人の気も知らないで4、海に捨てる恋5、街角6、月のブルース7、嘆きのブルース8、君忘れじのブルース9、東京の詩集10、私に罪があるでしょか11、熱川ブルース12、君待つ夜の単語13、今宵限りのリムバ14、南風ロマンス15、さよならブルース16、東京ルムバ17、夢サリッシュブルース18、チャイナブルース19、三日月ほのかに20、涙うのブルース21、君恋夜のブルース22、東京リル23、別れのブルース、コロンビア音源初 CD 以下、2024年3月時、市販 SP 版から復刻のため、版から起因するノイズ、歪みなどがあることをご了承ください。デジタル配信は7曲目、23曲目の2曲を除き、21曲の配信となります。関連リンクで地区作品詳細ページ。